え、全部そんな感じ？うん、ちょっとずつあるかな。このエヴァみたいなやつは？これね、なんでしょう。わかった。ね、かった。すげえ。自然。あ、でもそう近い。なんか街を描いてたの。街か。うんうん。ここの奥。私の理想とする安全な街を描いてて。ユートピアだ。そうそうそう。でこれあれだ、車のフロントガラスが見た。あ、そうなんだ、かわいいね。ここあのめっちゃいいじゃん。これ指さしてなんか風景があるんだけど、うん、でもそれコロナが起きる前に書いてて、でなんかちょっと迷ったの。安全な街ってなんかこうの中の、確かになんかめっちゃいいし、ややこしいね、でもまあコロナ禍が起きる前から。本当だ、タイトル安全な街だ。そう、意味深だね。そうそうちょっと迷ったんだけど、うん、でもそれに向けて変えるのも、そうね、なんかさ、あれ富ヶ谷のさ、シグタフのさ、はいはい、あれの時もさ、はい、あ、ふんふんってやってるのあったじゃん。うん。あれはちなみに何だったの？あれはね、あれはね、何、なんだろうね。なんか映像のやつについてはね、うん、なんか難しいね、自分で。あ、そうなんだ。なんかドローイングみたいな、うん、絵のドローイングぐらいの感覚、はいはいはい、軽い感じで、うん、だったから、まあ、可愛かったけどね。なんかまだわかんない。絵と鼻歌みたいな絵と鼻歌の部屋みたいな。やばいよね、あれなんか車ってすごいモチーフにいっぱい使うんだけど。あ、そうなんだ。使ってる、うん、なんか気づいたら、そういえば、乗り物とか乗りがちってこと？乗りがち。車乗りがち？そう、車乗りがちなの。あ、じゃあこれも車だ。そうそう、車。なんか個の象徴として使ってたりする。確かにね。そう、プライベート空間。車って個だよね。そうそう。乗用車は。そうなの。これ海だ。そう。もう可愛いな。夏いいね。夏めっちゃいい。タトゥーが見える。あ、俺、あ、ちょっと俺映して。夏いいね、うん。あ、いいじゃん。さ、こういう人が。俺も欲しいかね。立ちたい車庫のビル。はい。作家っぽいな、この絵。これいいじゃん。俺が描きました。うん。俺が描きましたって感じだよね。私が描きました。え、これさ、なんで逃避してんの？これ、これまた対比か。あれなの、車。
みずきちゃんが逃げてるとこ。いや、自分に当てはめてるつもりはないんだけど、なんかいっぱい見てる人がいるの、ここに。ああ、はいはいはい。そっから対比だとより安全なとこへみたいな、行くみたいな意味合いで、なんかその、まあ、社会とかの視点やら視線やらから、まあ、子だと、子と社会になるとその眼差しで良くないことが起きたりするから、そっから逃げるみたいな。なるほどね。うん、なんか結構その障害持ってる子とか、なんかそういう、うん、へえ、そういう人たちと関わる機会があるってこと？いや、なんか具体的にはないんだけど、うん、まあ、あの父親がちょっと身体障害を持ってた時期があって、うんうんうん、それでそれに対しての社会からの眼差しじゃない、してるんじゃないけど。うんうんうん、っていうのと、なんか普通に他人でそこら辺にいる人たちにも結構共通するのがあるよね。なんかヒューマとか黒人の、うん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 、なんかそういうの本とかも読んだりする。あ、マイノリティ的なね。うんうん、そうなんです。これは飛行機？それは飛行機。これ前チェンジしてたやつ。そう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 。これはね、なんかそんな、なんかあれなんだけど。そんなあれなんだ。まああれなんだけど。まあ、かわいい。え？かわいい絵ができました。最高だ。かわいい絵できました。じゃあ、なんか告知とかありますか？告知がない、ないの。あの、展示したい。逆に。じゃあ、はい、展示したいってことで、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。FCFP、これも欲しいかね、立ちたい車庫のビル、はい、高層ビルより高い理想、見事こうより偉い思想、自分に質問健康だな、気分上げる偉い自分、インテリぶってる偉い自分、金で買いたいもの、ランボルギーニ命で欲しい、マクラーレンレンジローバー、 COD で撃つリボルバー、 PDW 連射する、 BMW めっちゃスルーする、俺なら欲しいテスラの車、高いとこから撃ちたいエース R。